他のヒヨコを探して親鳥のところへ連れて行ってあげるでウィス。めんどくせ。どこへ行けばいいのかがわからんぞ。目的地が全く表示されてないんですが、ん？なんか旗のマークがいっぱいあるな。あの旗のマーク何？ほら。アロハー。アロハー。やだ、ノリ悪い。もっとテンション上げていこうよ。まあいっか。それよりねえねえ聞いて。さっき山のようなポップコーンを持ってる人を見かけたのよ。ポップコーンか。いいね。アメリカっぽい。でしょ。あんな見せられたら我慢できるわけないっしょ。私もあんな風に山のようなポップコーンを食べてみたい。というわけで、ご機嫌ポップコーンを、10個。持ってきてくれると嬉しいな。そんなんたくさん？ケイタくんどうします？何よそれ。I love you, I love popcorn. ダンス好きでお気楽なクロイはポップコーンが食べたいらしい。それくらいなら、と思ったら。10個？そんなに？いや、いいよ。我慢できないよ。君を見たら食べたくなるって。絶対キークエストじゃねえやろ。一体どこへ行けばいいんだろう？ねえ、目的地が表示されないんすけども。森の秘密基地、一旦秘密基地戻る？ん？今のは何？こいつか。山のようなポップコーン。全然話聞いてくれないじゃん。こぼしちまえ。あらまあ、こぼしちゃったよ。ご機嫌ポップ、うわ、取った。マイポップコーン、オーマイガー。かわいそうに。あ、しくしく。何個手に入ったん、今の。ポップコーン。これか。いや、一個だけだな。なるほど。すごいね。すごいね。ちゃんとこういう風に本当におるんや。本当におるんや、こういうの。さっきこういう人を見かけてさ、っていうのを見かけたらなんか嬉しいね。矢印の方向に行けみたいな書いとったけどなくね？ん？あれ何？あ、こいつこっちにもおるん。アンドロイド山田。なんだろう、この何とも言えない妖怪。その山田は本物なのか。その真相は戦うことでわかるのだ。本物の山田なら君の仲間となり力を貸してくれるだろう。誰？っていうか、どこから？さあ、少年よ。君の選択を聞かせてくれ。バトルしますか？しますよ、当然。その選択を聞いたアンドロイドは熱き鉄槌を下すのだ。おっしゃ、本物でありますように。なんだ、女の子の方でしか出てこんのかと思ったら普通に出てくるんや、こっちにも。びっくりした。ねえ。めっちゃびっくりしたんやけど。果たして、その山田は本物なのか。ここが運命の分かれ道だ。ごく。君が戦った山田は、どうだ？アンドロイド山田じゃなく、アンドロイド高橋だったのだ。うわ、高橋顔も違う。そんな。アンドロイド高橋は心優しく、アンドロイド、落ち込む君にアイテムを差し出すのだ。ガードの勧めを手に入れた。ありがとう。大してありがたくないけど。どうなの？どうなのよ、ちょっと。てか、マジでさ。何？行く場所ないんすけど。これ切り替える意味ありました？ストーリーリンク発動したんだよね。したんだよね、本当に。もうめっちゃ詰め寄るけど。あれじゃね？
向こうでさ、青葉原の事務所に戻った方がよかったんじゃね？ということで、ちょっと、もう一回、ダンシングスターを手に入れた。もう一回ちょっと向こうに戻るわ。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュッ。はい、あゆなに。切り替え。ほら、こっちはちゃんと矢印出とんよね。じゃあこれで、怖っ。あんな場所から飛び降りたよ。ん？ここは通り抜けられるんかな？ちょ、とりあえず外から行こう。じゃあ目指せ、青葉原の事務所。あ、ってことは自分の家から、運河駅を使った方が早いよね。多分。とりあえず一旦帰ってきた。あれだね、あっちには、ポップコーンを拾いに行っただけだね、私。よし、運河駅を。さあ、飛ばしてくださいまし。あゆうさ不思議探偵社までワープしますか？ほい。ペローン。はい、シュンと。来た来た探偵社。めっちゃ忙しそう。たくさん依頼が来るのはありがたいけどさ、あちこち行ったり来たり、ちょっとくたびれるんですけど。贅沢言うなだに。運河駅がもっといろんなとこにいてくれたらなー。あ、それは思うよ。そんなに物事は都合いいようにはいかないだによ。諦めたらそこで試合終了ですよ、サピョンくん。スラムダンク。とりあえずお知らせターとかで調べてみようよ。マジ、こんな時にも役立つのお知らせった。しょうがないだにね。え、また、ケータのストーリーを進めるとヒントが。ここでやっとほら、やっぱり、ストーリーを進めてみようだ。ここまで来なきゃいけなかったんじゃないか。やっぱり、ストーリーリンクって出すタイミングよ。キュッキュッキュッピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュッ。さあ、ケイタに、これでやっと切り替えれる。はい、切り替え。よーし！よーし。で、ヌー情報をゲットして3つのストーリーに、3つのミステリーに挑戦。え、結局出てないんだけどな、目的地。え、状況変わってなくね？え、要はあれっすか。教授のところに行けばいいってことかな、もしや。ノースペスタ地区の、え、ダイモン教授ってもしかしてあの場所に残ったまんま？ねえ、なんか変な場所入ってったよね。ちょ、待ってね。地図。ノースペスタ地区の、あれ、ガレージ。てか、ガレージに行くまでの間になんかクエストあるんやけど。まあ、とりあえずそれはいいとして、いいとして。ほら、なんか男の子やし。ダイモン教授。え、おるかな？おらんかったりして。なんかすごい怪しげな。ほら、おる。これを進めんといかんってことかな。このゲートを開くにはゲートボールが3ついるわね。もしも足りなかったら気まぐれゲートから集めてきてちょうだい。頼んだわよ。ゲートボールが3つ。ゲートボール持ってなかったよね、私。ゲートボール。あー、ないね。あ、ないわ。これは、3つ集めてこねばならんのね。でもって、旗が出とったってことは、あれを進めんといかんってことやろ。気まぐれゲート、マジかよ。探さんといかんってことか。時間かかりそうだな。気まぐれゲート。とりあえず、妖怪ウォッチが反応してくれるのを待つしかないって感じよね。どの辺にあるんやろ。まあ、そんなの分かったら苦労せんか。
気まぐれゲート、気まぐれゲート。今までね、気まぐれゲートを見たことがないから、なんかあっこ妖怪おるよ。もしや。え、なにこいつ。見たことない。ウォンテッド。誰？なんかコマさんみたいな。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。よし。早いな。逃げ足早いな。ちょ、待って待って待って。逃げないで。逃げないでとか無理やろうけど。あ、ちょ、今の捕まえれたじゃん、絶対。あ、夕方になってきたよ。ちょ、待って待って待って、君待って。お、止まった。え、どこどこどこ。せっかく今止まってたのに。あ、知らせてしまった場所を。全然姿見えない。あ、あ、やべえ。あ、逃げられ、あ、そう。待ってくれよ。なんかチャリさ、止まるの難しくね。すごい思うんだけど、しかもあいつちっこいから見えないんだけど。あ、別の地区へ行ってしまう。あー、逃げられた。ウォンテッド妖怪が逃げ去ってしまった。マジかよ。あっちの地区行ったらおるんやねん、おらん？いねえわ。全くもっていねえわ。まあいいや、じゃあとりあえず探そう。おう、夜になった。ねえ、夜になっちゃったんだけど。夜になっちゃったんですけど。あ、もしや夜じゃないと気まぐれゲートは現れないとかそういうのある？身代わり人形を手に入れた。ないかな、そういうの。別に。どうなんだ、どうなんだ？何これ？ピヨピヨピヨ。ひよこだ、かわいい。ピヨ、ピヨピヨ、ピー。でもなんだか様子がおかしいですね。すごい必死というか。そういえば親鳥とか他のひよこはいないのかな。もしかしたら家族とはぐれてしまったのかもしれませんね。他のひよこを探して親鳥のところへ連れて行ってあげるでウィス。めんどくせ。いいけど。ほらおいで。ピヨ。マジか。他のひよこってもしかしてあれ？あのマークのやつかな。あ、すげえ、ついてきよる。ほらほら、おったおった。よーし。ほら、おいで。ピヨ。あ、いいね、なんか。ひよこのお母さんになった気分だわ。よーし。この市役所周辺におるってこと、みんな。ほら。よーし。おいで、おいで。で、この3匹を、ほらほら、親だよ、親。ひよこを返してあげようかな。ほい。クックドゥドゥルドゥー。喜んでるみたいですね。クッククックー。あれ？この鶏何か持ってる？きっとお礼ってことでウィス。もらっちゃいましょ、ケイタくん。小経験値玉を手に入れた。おお、マジか。いやー、いいことをするとはいいね。そして何気にさ、あそこをそーっと通ろうとしている、ウォンテッド妖怪。ミス？あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪だよ。お、そこ行き止まりじゃね？違う？あ、向こう抜けれるんか。抜けるなし。抜けるなし。はいはい、おっしゃ、捕まえたわ。え、騙さんずら、ウォンテッドされてしまったずら。シュークリームの中身を吸って外側だけ友達にあげた罪らしいずら。オラは騙すつもりなんてなかったずら。欲しいって言われたからあげただけずら。だからオラは悪くないずら。捕まりたくないずら。騙さんってってことは騙次郎とかおるんかな、もしや。
ね、セットで降りそう、また。よし、いけいけい。でも今んとここいつしか見つけてないんやけど。ねえ、こいつがこんなに何回も現れとるのに、セットの妖怪が見つからんとかある？こいつが特別見つかりやすいとかいうわけじゃないやろ。ねえ、アホすぎるやん。いけいけい。チャージ完了。百裂肉球。にゃ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 。よし。あ、狙う。よし。そしてカリカリベーコン。カリカリモーニング行くぞ。チャージ完了。からのカリカリモーニング。間違えたズラって何？え、自分攻撃した。あ、取り付いたんかな、こっちが。さあ、叩け叩け、いけいけい。チャージ完了。ペラペラメラメラ。うわ。さっきからさ、なんか必殺技当たってなくね？当たりよる、ちゃんと。狙う。そして、アイテム拾って。あ、やっつけたわ。勝利。イエーイ。ベリーベリーソフト。ソフトクリームなんや、そこはやっぱり。もんげー、やられたズラ。ほら、クリームが好きズラ。だから外側がいらなかったズラ。これからはちょっとだけクリーム残すズラ。だから許してほしいズラ。ご用だよ、ご用だよ。ケータ捜査官、ウォンテッド妖怪の逮捕、ご苦労であった。今回捕まえた妖怪は、ウォンテッドポイント2600だ。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ。受け取るがよい。あ、セットじゃないんや。門限風呂敷を手に入れた。おお。さあ、行くのだ、ケータ捜査官。この町の平和を守るために。なんだなんだ、ワーニング。なんか発生しましたけど。またかい。またかい。かわいいな、ぬいぐるみ。こいつは不気味だけど。ウォンテッド、プリズンブレイカー。また。緊急警報、緊急警報。脱獄王、プリズンブレイカーを発見。現在、USA の街中を逃走中。速やかに警戒態勢に入ってください。おお、また現れたか、やつめ。今度こそ逮捕するのだ。私めっちゃ何回も会ってるよ。まだこの近くにいるはずだぞ。さあ、行くのだ、ケータ捜査官。自分も行けよ。どこ、プリズンブレイカー。地図。プリズン、多分この地区におるってことやろ。そういうのが鳴ったってことは。あ、ここだし。一番端っこじゃん。絶対逃げるくね。ね、絶対逃げると思うんだけど。逃走しましたーってなるんじゃね。てかもうね、なんか何回でも現れるって分かったからさ。あ、違う地区行ったわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。